今日はね、紅白戦にこれからなるので、僕は水色のチームに入るんで、勝つよ、A チームに。Come on, come on.
前向けて。
練習の時のあの、じいたじいたいきなりやったけど、いきなりやったのがきつかったけど、ちょっとスピード感にも2日間いるから慣れてきて、みんなともいい距離感でサッカーできて始めてから、ちょっとね、まだ合わないとこもあるけど、すごいでもやってて楽しいですね。やっぱ上手い人たちとサッカーやるのすごい楽しい。最近の時と比べてどうですか？いや、やっぱね、レベル高いね。俺らの時のチームどっちかというと、本当に子がなんかこう、なんかビュンビュンみたいなあのサイズのアタッカーいて、わーみたいな感じだったけど、全員もちろんめちゃくちゃうまいんだけど、なんかそれ以上にこう、なんていうんだろう、うまい選手たちが頑張るっていう、めちゃくちゃいいチームだなってすごい思いますね。なんか本当フロンターレみたいな、本当にうまい選手が頑張れたら、それはやっぱ強いよねっていうのを本当に見てて思って、俺もやっぱもっと頑張んないとなと思います。3人目必ずいるから、ボール受けても全然孤立しないんだよね。もっと俺もちょっと次の試合、もう1本出るけど、ちょっともうちょっと仕掛けようかなって思いますね。多分そういうような刺激をね、やっぱ来たからには何か刺激を与えれたらなって思うんで、ちょっとこういないような選手になれたらなって思います。次の試合はやってきます。マリ、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 マリ
前に行きたい。そうそう、ナイスだ、ナイスコーチング。カズキロップやってくれと、倒せ。Thank you.
投げにならない同期の選択肢作る必ず。出た、はい、ああ、それの。そら森だ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 森下下下下，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 
くわ、行くわ、お疲れ様でした。いや楽しかったわ。トップチームとやってて、うんうん、どうだった？やっぱね、うまかったね。取れないなってこう技術だけじゃなくてこう思わせる、みんながこうなんていうの、自信に溢れてて取られないっていうなんか雰囲気があって、やっぱ飛び込めないし、ラストとかちょっともう本当にずっとボール持たれてちゃったけど、あとはやっぱり強度が高いなって思ったね。そんな大きい選手いないんだけど、本当に球際バチンってくるし、切り替え取られた瞬間の1秒、2秒、3秒みたいな、下がらない、もう全員がとりあえず前に出ていく、で後ろが調整していくみたいな、なんかことが徹底されてて、当たり前のことを当たり前にできる選手がめちゃくちゃ多いなっていうのを感じましたね。止める蹴るだったりとか、出した後動くだったりとか、サポート作るだったりとか、守備の切り替えだったりとか、すごい強度高くて、ちょっと練習しただけでめちゃくちゃやっぱ疲れるし、俺ら本当にね、勉強になったね。めちゃくちゃ楽しかった、今日は2日間、うん、まあ、思い出のグラウンドに来てみて、うん、どうでした？いやー、感慨深いよねいやなんかね、でも本当なんかちょっと良かったなと思うのは、まあ、俺が18歳で卒業してもう何年、7年間経つのか、もう6とかで、みんな覚えててくれて、先生とか、それこそコーチ、監督ももちろんそうだけど、でみんな見てくれて、応援してくれてるっていうのは、すごくなんかね、嬉しいなと思うし、まあ、名前もね、最初使わせてもらってたけど、まあ今も使わせてもらってるのかな、そうそう、本当に、でもそれでも、なんか、応援してくれてて、すごい楽しかったなって思いますね。思い出が本当にもう、青春を捧げたからさ、サッカーに。すごいちょっと楽しかったし、良かったなと思いますね。じゃあ今日はお疲れ様でした。です。